よーい、大運動会をします。残った割れる酸欠で死ぬわ。やりたくねえ、もう。どうも、第二グループの井野です。今回ちょっとある企画を、やろうと思ってるので、早速、愉快な仲間たちをちょっと呼んでみたいと思います。広大な自然の中にある陸上競技場で、一人の井野とそれを見守る謎のゆるキャラたち。井野に手を引かれながらカメラ位置につく4体。というわけで、今回、この4名のゆるキャラさんたちに集まってもらいました。なんでだよ、入らせろ。何すんですか。どうやら何も聞かされていないゆるキャラたち。果たして今回の企画は、大運動会をします。やんねえよ。聞いてねえよ。入るぞ。今回の企画は過去に一度行われたゆるキャラ大運動会の第2弾。今回の出場者はエントリーナンバー1、トラボルタ。トラをモチーフにした愛くるしさを持ち合わせるが、可愛らしさ追求のため手足が短く、競技への影響が気になるところだが、果たして。エントリーナンバー2、SL ポッポちゃん。見た目の笑顔とは対照的に、ちょっと猛進のスタイルで、機動力の生かした活躍が期待される。エントリーナンバー3、ビッグベン。全長 2.5 メートルを誇る巨大なゆるキャラ。体が大きいため、俊敏さには欠けるが、持ち前のパワーを駆使し、優勝を目論む。エントリーナンバー4、パンダ。他の3体とは明らかに毛色の違うゆるキャラ。手足に何らかのハンデを負う3体とは違い、手足が自由に使え、競技に不自由しないため、今大会の優勝候補である。この4体で行われるゆるキャラ大運動会だが、今回のルールは、それぞれ着ぐるみに扮した状態で、全4種目の競技が行われる。その順位に応じてポイントが与えられ、全種目を通じて最もポイントをゲットした者が優勝となる。ゆるキャラのため、ちびっこの夢を崩すような言動や行動をした者は減点となる。最後にポイントは全てある者に置き換えて渡されるのだが、はい、もうちゃんとここにあるんで、ここにありますので、その場でまあパッパと、あ、ちょっと待って、その姿でお前金でテンション上がんな。で、すいません、今の皆さんの、あのお金が出た瞬間喜ぶような行動、あの罰金対象です。急に黙んな。で、というわけで、賞金が出ます。その競技ごとに。おお、いくら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 。あの競技ごとによって違うんすけど、まあ数万とか。最後、あの優勝した方がその賞金を、総なめできるということで。優勝者だけ？優勝者だけです。ああ、ありがとう！少ねえよ。少ねえ？少ねえよ。危ねえ危ねえ。おい、ちょっと待て、おい。何やってんのお前。おい。おい、ちょっと、おい。ポッポやったなお前。おい、危ねえ危ねえ。おい、待て。待て。賞金への文句を口にしたことに切れたのか。なぜか SL ポッポちゃんがビッグベンに追突、場外乱闘に発展。おい、誰だ今、誰だ、おめえか、おめえか、おい、おめえか、お前、はい、もうバッキリ、お前で、お前 SL、 おめえもだ、お前、おい。おめえも罰金だよお前。子供の夢壊すような行為。すいません、禁止となってますんで今回。すいません。お前なんでずっと見てんだよ。止めろ。乱闘騒ぎを起こしたビッグベン、 SL ポッポちゃんがペナルティ、そしてなぜか止めに入っただけのトラボルタも冤罪でペナルティ。パンダ以外の3体がそれぞれ2000円の罰金に。まだ競技が始まっていないのにもかかわらず、パンダ単独トップというまさかの展開。いきなり波乱の幕開けとなったが、早速競技に移ることに。第一種目はハードル 50m 走。スタートから 25m は普通に走り、 25m 以降はハードル走となっている。1位は1万円、2位は5000円、3位は1000円。ビリには賞金は出ない。
行きます。位置についてよーい。ちょっと待ってお前今すぐかぶれ。パンダが普段通りの走りで独走状態だったが、勢い余り頭が取れてしまいタイムロス。一方の SL ポッポちゃんはハードル無視の暴走列車状態に。パンダさん1位、 SL ポッポさん2位です。当然の結果ではあるが、パンダが1位でゴール。続いて SL ポッポちゃんが大躍進し2着でゴール。一方の残りの2体は謎に飛び跳ねるトラボルタと、朝まで飲んでいたのかという状態のビッグベンが一進一退の攻防に。というわけで、同時にゴールと。トラボルタとビッグベンがデッドヒートの上ゴール。ほぼ同着だったが、審議の結果トラボルタが3着、ビッグベンが4着という結果に。すると、おい、あ、すいません、じゃあ3位が、あの、おい、ダメだから。ビッグベンが順位に異議を唱え抗議するも、もちろん順位は変わらず。しかしここでSLポッポちゃんからもあの件について抗議が。ちょっと待ってください。はい。なんか一人、はい、顔出てたやついたんですけど。それいいんすか？俺も見た、そいつ。それはいいんすか？確かに、こいつ顔出てた。顔出てました。あ、あの、すいません。すいません、パンダさん失格です。減点だろ。すいません、パンダさん失格です。やったー。というわけで、はい。すいません。こちらの方で。ゆるキャラとしてあるまじき、中身がポロリ。それによりパンダが失格となり最下位に。さらにポロリのペナルティでまさかの罰金1万円が加算された。お前ゆるキャラとしての自覚ねえのかよ。はい。パンダがビッグベンからのマジ注意をされる中、表彰式に。1万円です。見えますかね、目どこすか。ここです。ここすか、ね、ありがとうございます。1万円ですね、これ。はい、届かない。入れてもらってください。ありがとうございます。中に、はい、入れます。透明の袋に現金という生々しい光景ではあるが、それぞれの順位に応じた賞金が配布された。すると、おい、はい、おい、はい、あのパンダちょっとあざとくねえか。それ笹もらう時だろ。おい、パンダの小じきなんか見たことねえよお前。ダメです、もうあげません。1種目目を終え、総合1位は SL ポッポちゃんで、オープニングの乱闘の罰金2000円を清算し、8000円で現在トップ。2位のトラボルタの罰金を清算、ビッグベンは借金1000円で総合3位。そしてパンダが借金1万円でダントツ最下位というまさかの展開に。ここで一時休憩に。めっちゃ喉乾いたんだけど、ポッポさん。あ？ジュース買いません。ああ、買えよ。ポッポさんの金でいいすか？おごりで。ゼロっす。お前らいくら持ってんの今。後でちゃんと返すんで。まあいいよ、じゃあ。やった！現在トップの SL ポッポちゃんに群がり、ジュースをおごってもらうことに。まだか？まだ入んないっす。自販機強盗のような絵面になってしまったが、なんとかジュースを買い一時休憩。熱っ。何試合ですかこれ。やりたくねえ、もう。布団圧縮機で座れているような状態ではあるが、休憩時間が終わり競技再開。第2種目は綱引き。トラボルタ、SL ポッポちゃんチームとビッグベン、パンダチームに分かれて綱引きを行い、勝ったチームにそれぞれ1万円の賞金が支払われる。イエーイ、やるぞザコどもが。じゃあ行くぞ、ポッポの発信力見してやるや。気合十分のいるキャラたち、果たして
彼らは自分に指が生えていないことに気づいていないのだろうか。そんな中、今回も何不自由しないパンダ。というわけで第2種目、綱引き、いきます。よーい、さあ手を使えないビッグベンの腰に綱を巻き、ハンデをカバーし、相手チームを圧倒したかと思われたが、かなり拮抗してますが、やっぱパンダ有利か、これは。うわなんとビッグベンの腰から手を出し、綱を持つという反則技を発動。その結果、かわいい。はいはい、すいません、終わりです。あのパンダさんとビッグベンチームの勝利です。反則がいいのにバレなかったため、ビッグベン、パンダチームが勝利。そして負けたトラボルタ、SL ポッポちゃんチームは、大丈夫かあれ、大丈夫だな、あれ一回行けますか、あれやばいんじゃない。あの、すいません、あの、大丈夫ですか。はい、はい、親指の場所が見当たらなくて、あのなんかトラブンタさんの後ろからひょこっとひょっこりはんみたいになってるんですけど、すいません。はい、どうしました。ということは僕最初一人で引っ張ってたってことですか。ちょっとずるくないですかね。はい、あのビッグベンさん今助けてくれてます。あの、起きれますか、いけます。はい、やっとの思いで立ち位置に戻り、賞金の銃へ移る。というわけで、さっきの罰金、1000円があるんで、9000円です。大丈夫ですか？はい、というわけでじゃあ9000円です。なぜか、レギュラーの西川くん状態のビッグベンではあるが、この結果により、ビッグベンは借金を返済し、賞金9000円で現在トップに、続いて SL ポッポちゃん、トラボルタと続く。優勝候補と思われたパンダは、ハードル 50m 走の際の違反金が響き、現在賞金0円で最下位に。このまま続いての競技に移るかと思われたが、いけます。はい、あ、おい、ちょっと待って待って待って、おい待て、お前、おい、すいません、こいつが今あの SL ポッポの感じに積もってました。お前マジで、お前本当にさ、まあ、すいません、もうこれ罰金2万円まで上げさせてもらいます。マジの中国パンダやん。お前さ、ちょっと待って、お前見た目可愛いからってさ、どんな絡みでも許されると思うで。はい、もう切れたわ、すいません、もう没収、はい、没収です、没収です、これはこれは没収です、これは没収です、はい、もう3000没収です、はい、ダメです、ダメだダメだっつってんだよお前。パンダの窃盗未遂、さらにトラボルタが暴言を吐いたためペナルティーで、パンダ1万円、トラボルタ3000円の罰金が発生。もはや競技よりもいかにペナルティーをしないかの戦いになってしまっているが、1位ビッグベン、2位 SL ポッポちゃん、3位トラボルタ、ペナルティーがかさむパンダが最下位のまま後半戦へ。